はい、どうも、フガアヨです。今日は T シャツ紹介ですね。この前衣替えしたんですけど、そしたら T シャツがたくさん出てきたので撮影してみました。洋服はデザインとか素材、色で楽しめるから面白いですよね。では行きましょう。メーカーを忘れてしまったんですが、多分ホームレスってメーカーだったかな。この怪しげな写真とオフホワイトのカラー、首元のタグと袖のタグが気に入って買いました。ダブル XL ですね。シワシワ。1年トラブルケースにしまったので、シワシワなのはご愛嬌。では次行きましょう。次の T シャツはミック CD のリリース記念に出した T シャツですね。ユナイテッドソウルオブアート、ラッパーのスターティ君が総合プロデュースした作品で、2016年か2017年の作品です。自分も2曲参加させてもらってます。はい、黒が基盤になってまして、炎のデザインが可愛くて重宝してます。お次はこれもイベント T シャツですね。これもシワシワ。ラッパーのサンガ君から買った T シャツですね。バックプリントがカラフルで可愛いです。大きさも大きくて重宝してます。すごいしっかりした生地でね、とてもいいです。お次の T シャツは、これはアメリカで買った T シャツですね。これも20年ぐらい前に買ったやつですね。メーカーは多分ヨークですかね。デザインがかっこいいと思って買いました。味のあるおじさんが渋いです。はい、次は昔イベントの物販で買った T シャツですね。ローカスってメーカーだったと思います。ね。これは渋谷のスケートボードショップ、ブートレックブースって店で買ったはずですね。この色がかっこよくて買いました。もう20年以上着てますが、首元もへたらないし、めちゃくちゃ頑丈です。めっちゃ重宝してますね。はい、定番のヘインズですね。ビーフィー T シャツ。これも重宝してます。はい、ビーボイ心をつかむデザイン。ウィンドミルしているシルエット。間違いないですね。その下には、To the Beat Show Breaking Dancing って書いてありますね。これを買ったのは、渋谷のブレイクビーツって店だったと思います。だってほら、書いてあるもん。電話番号まで。ね、この店よく行きました。ミックステープとかゲットしたり、フライヤーチェックしてましたね。これは、なんと、自分のいとこが作った T シャツですね。アンソロジー。かわいいデザインでしょ。ね、サイズは L。生地しっかりしてますし、バックプリントのワンポイントがかわいいですね。動物のシルエットがなかなか味があります。では曲の方行きましょう。大きな剣、大きな剣の周りが咲くには、あるみたいに柔らかい光がさ、広い光がさ、大きな剣が咲くには、あるみたいに柔らかい光がさ、広い光がさ、レッスン先や長や長がな、大層目の中で羽を伸ばし、木の実を割れ、青の空で車も飛ばし、ゆるりと流れ時間ほど過ぎ、